会議を開きます。内閣提出土地基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします、本審査のため本日政府参考人として国土交通省国土政策局長坂根典弘君、土地建設産業局長青木義行君、都市局長北村智久君、道路局長池田豊人君、住宅局長真鍋淳君、航空局長和田光一君、観光庁長官田畑博君、内閣府大臣官房審議官黒田隆君、総務省大臣官房審議官稲岡真也君、法務省大臣官房審議官竹内勤君、財務省大臣官房審議官住沢仁君、厚生労働省大臣官房審議官岸本武史君、大臣官房審議官土山徹君、雇用環境均等局就業子育て世代支援対策室長辻田博君、農林水産省大臣官房審議官倉重康彦君、および中小企業庁経営支援部長渡辺正義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福田明